イエジ・アンジェイエフスキイエジ・アンジェイエフスキは、ポーランドの小説家、帝政ロシア支配下のワルシャーに生まれる。ワルシャワ大学で文献学を学ぶ。1936年に最初の短編集、避けられない道を出版。1937年に、心の秩序で文学院の新人作家賞を受賞した。ポーランド人民共和国成立後、会議員となる。 1950年に共産党に入党するが、1956年に離党した。この年に労働者防衛委員会に参加し、反政府活動に身を投じた。第二次世界大戦終結直後に、ソ連系のポーランド労働者党指導者暗殺を図る、ロンドン亡命政府系ゲリラの姿を描いた、ハイトダイヤモンドは、アンジェイ・ワイダ監督によって映画化されたことで広く知られる。 創作活動以外にも、両戦関係は、文芸週刊誌、プロストズモートの、戦後は、プシェグロン・トゥ・クルトラルヌイの編集長も務めた。没後に、ポーランド政府によって、ポローニア・レスティトゥータが授与されている。など、数多くの作品を出版しているが、日本語訳は少ない。ありがとうございます。